詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる、詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう今日は暑くて暑くて仕方がないですね。こんな、僕の住んでるところは最高気温が36度とか37度とか、そんな感じなんですけど、こんな日に限ってですね、そう、東京の方に出張で、結構丸一日中歩いていたという感じですね。だから今日早めに帰ったんで、ちょっと家の中に早めに帰って、そこでちょっと収録しているという感じで、ちょっと響きがいつもより違うんじゃないかなというところではあるんですけれども、エアコンが効いているので、比較的安心して収録できるかなというところです。喉の方も、結構戻ってきたかなというところですね。ではでは今日の本題に移りたいと思うんですけれども、今日はですね、詩吟を始めたばかりの人ですね、もう詩吟の教室に入り始めましたとか、本当に始めて1ヶ月2ヶ月3ヶ月、そういった方に向けてですね、この詩吟を始めたばかりの方が、本当に最初にやっておいた方がいいよということを5つ、5つのステップで順番的にお話ししたいと思います。本当に習い始めたらですね、急にもう詩吟の独特な世界に入り込むことになります。そして、もう大ベテランの先生からですね、講伝で、もうこの通りに吟じてみてみたいな形で結構無茶ぶりを振られるんじゃないかなと思います。そしていざ自分で吟じてみようとするとですね、なかなか形にならなくて、一体どこから手をつけたらよいのか、何が回り道で、何が王道なのかというのがですね、なかなか難しいんじゃないかなと思いますので、今僕も25年の吟歴を振り返ってですね、ここからやったら間違いはないよねというところを、おおむねそんな間違いじゃないかなと思うので、そこをお話ししていきます。では全部で5つあるんですけれども、順番に、本当にこの順番通りにやっていただくと良いのかなと思います。まず1つ目、それは詩文を丁寧に読むということです。銀題を多分与えられるかと思いますね。富士山とか9月10日とか、そういったものを与えられるかと思うんですけれども、まずはそれを、素読する、素直に読む。そんな複雑なことは考えなくて良いので、詩文を一音一音、一言一言味わいながら、丁寧に読むというのが大事になります。素読100編素読1000編とか言われますけれども、それほどにですね、詩文を読むというのは一番原始的で、かつ、一番この吟道の奥深くに、しっかりと根付いている、本当に中心中の中心の内容になるのかなと思います。詩文を適当に読んだ人が詩吟が上手くなるなんてことは決してありえない、ですけれども、だからといってですね、最初から深く考えないといけないとか、そういうわけではないんですね。まずはこの日本語としての美しさ、詩文としての美しさ、それを少しでも味わうようにですね、丁寧に丁寧に、その詩文を作った方に敬意を表しながら、素直に丁寧に読んでみるということ、これがまず最初にすべきことですね。そして2つ目はですね、自分なりに詩文の意味を考えるということです。急に漢詩の世界に入ってですね、よくわからない、見たこともないような漢字がある、言葉がある、そういう状態かと思います。僕も未だにそうですね、こんな漢字見たことないよというのもいっぱいあるんですけれども、そういった場合はですね、通訳とか読んで、自分なりに考えればいいんです。僕もこの詩吟チャンネルの配信していますけれども、毎回この最後に僕が吟じてですね、その時に自分なりの解釈を喋っているわけなんですけれども、多分聞く人が聞いたら本当に適当なんだろうなと、 お叱りを受ける内容ばっかりかなと思うんですが、それでも自分なりに考えて、あ、ここはこういう意味なのかもしれない、ここはこういう情景を歌っているのかもしれない、そういうふうに自分なりに考えるということですね。別に通訳が正解というわけではないです。
本当に自分なりに考える、そこがまず第一歩になるのかなと思います。そこからまあ興味が湧けばですね、自分なりに、まあ昔の図書館とか行って調べたりして詳しく、勉強するというのもそれもそれで素晴らしいことだと思うんですけれども、まあそこまで せずともですね、本当に自分なりでいいので自分の頭で考えてみるということ、これが大事になってきます。まあなぜ大事かというとですね、これは精神的な話だけではなく、まあ吟においてまあ大きな間違いをしなくなりますね。切ない内容を言っているのにもかかわらず、自分はですね、まあ、ギャンギャンと、ひたすら大きな声で、ひたすらガンガンと吟じる、そういうことをやっぱり初心者の方はやりがちなんですね。いやいや、そこは繊細に吟じてほしいのにこんな大きく声を出すもんじゃないとかですね、逆にですね、ここはもっと出してほしいのに、勝手になんか細々と吟じているとか、そういう大きな間違いはですね、まあ自分なりに意味を考えてみたらそこまで、間違わないんじゃないかなと思います。なので、吟のためにもですね、自分なりに意味を考えるということが大事になってきます。そして3つ目はですね、とにかく大きな声で吟じるですね。まあ先ほどの内容とちょっとアンマッチなところはあるかもしれないんですけれども、よほど繊細な吟でない限りはですね、まずは大きな声を出すということを本当に意識してほしいと思います。これは別に腹式呼吸でやらなきゃとかそういうレベルの話ではないですね。今まで自分が出している声の中でもできるだけ大きな声、できるだけ力強い地声、そういうものを出すようにしてください。詩吟の業界に入っていない方がですね、急にこの吟の世界の声の出し方というのはやはり特殊で、普段からそんな声出してますよっていう方は基本いないと思うんですよね。なので、あなたのその声の出し方、喉の使い方というものはそもそも、大きな声を出すのにまず慣れていないんです。腹式呼吸とかやる以前にですね、大きな声を出すということにまず慣れるということが大切になってきます。なので、まずは大きな声を出してください。腹式呼吸とかはもう後でいいんで、まずは出す、そこからなんですね。本当にそこからです。繊細な吟でもですね、ある程度はまあ声量意識してほしいと思います。ちょっと最初と、矛盾するかと思うんですけれども、大きな声を出さない限りはですね、表現力も何も上がらないんですよ。そこで繊細さはまずいらないのかなと正直思ってしまうほどに、大きな声をまず出す、そこでようやく、表現するという技法がですね、スキルがちょびっとようやく広がるみたいな感じになるかなと思います。そして4つ目、大きな声を出すようにしたらですね、その次は遠くに届けるように意識をするということ。まずは大きな声を出す、その次にですね、その声を遠くにいる人に届けるように、まあ、意識する、イメージする、そういうことをやっていただくのが良いかなと思います。これはですね、大きな声を出した後に、その次にいわゆる腹式呼吸の声、そこに踏み出すための、まあ、大きな一歩になるかと思います。まあ、最初からすぐできるわけでは決してないんですけれども、ここに届けようとしているのか、ただただギャンギャンと大きな声を出すのかはですね、だいぶ変わってくるのかなと、思います。なのでこの遠くに届けるイメージと意識を持つ、これをですね、まあ、本当に意識だけで良いので、まずやってみてほしいのかなと思います。そして最後5つ目、それは録音するです。録音する、自分の吟をですね、スマートフォンで良いので録音してそれを聞き返すということです。きっとですね、もう聞くに耐えないもんだと思います。聞くに耐えないですね。うわ、こんなひどいのかと、そして普段の先生の吟と聞き比べるとですね、いやー、なんでこんな違うんだろうなとかを感じるわけです。これ本当に録音というものは大事ですね。自分の声を客観視できるというのがとてもとても大切になってきます。これは慣れてくると吟じながら自分の声を客観視できるようになるんですけれども、それは、まず、何度も何度も録音を聞くことからようやく始まるんですね。そうしていくことによって先生の吟と自分の吟をようやく同じまな板の上に並べることができる。そうしたら比較して、どこが違うんだろうと考えることができるんですけれども、ただ自分録音をせずに自分の吟はこんな感じで吟じたな、じゃあ先生の吟を聞いてどうなのかなというのを記憶を頼りにやってもですね、違うんですよ。自分が吟じながら
聞こえる銀というものはいわゆる骨伝導で聞こえてくるようなもんなんですね、耳で聞くのとはちょっと違うんですよね、なのでそこは本当に録音する、まあこれは結構習慣化してほしいことだと思うことなんですけれども、この録音するということ、これもとても大切になってきます。ということで、まあ5つざーっとお話ししてきました。まずは詩文を丁寧に読む、そして2つ目は自分なりにイメージをするとですね、詩文のイメージを持つと。そして3つ目がとにかく大きな声を出す。で、4つ目が遠くに届ける意識を持つ。そして5つ目が録音するです。ここら辺をですね、順番に一歩一歩やっていただければ、まあ本当に、大きな回り道をすることなくですね、ちゃんとした銀道をまっすぐ突き進めるんじゃないかなと思いますんで、詩吟始めたばかりだよと、何をすればいいかわからないよという方はですね、今日の内容をぜひぜひ、意識していただければ良いのかなと思います。よし、いや本当に今日暑くてですね、夏バテにならないうちに、早々に今日の収録を終えたいと思います。では今日吟じるのはですね、王子観作観若楼に登るにしたいと思います、この詩も結構好きでですね、今日も暑い中歩いておきながら今日何を吟じようかなとか考えていると、この詩文が頭をよぎるんですね、なんか好きな吟というものは時折ふわっと頭の中をこのフレーズが出てくるんです、好きな漫画とかも同じですね。あ、このシーン また見たいなと思って、棚の中から漫画を取り出すみたいな、そんな感じなんですけれども、そう、これも何度も過去に吟じているんですが、やっぱ好きなんですよね、ではこちらまず詩文を読んでいきたいと思います。観若楼に登る王子観。白日山によりて月、黄河海に行って流る。千里の目を極めんと発して、さらに登る一層の楼。では内容を読んでいきます。この眺望の良い観若楼から眺めると、夕日が遥か彼方の山陰に沈むのが見えて、黄河が遠く流れて海に入っているように見える。雄大な眺めを千里の遠くまで極めようとして、さらに一層上に登ったのである。もう本当に中国のですね、雄大な雄大な風景、しかもこれ実際に見える以上の内容をあたかも見えているかのように書いているんですけども、距離的に絶対不可能なんですね、なのでちょっと幻想的なそういう感覚もあるんですが、本当に、雄大な自然というものは自分を癒してくれるし、自分を整えてくれるし、そういうのはですね、やっぱ僕結構好きなんですよね、なので、こちら五言絶句なんで、たっぷり雄大な感じ、だけども間延びしないように意識するというところが大事なんですけども、それを気をつけながら吟じていきたいと思います。観若楼に登る王子観。白日山によりて月、黄河して、さらに登る一層
かがでしたでしょうか。まあ、結構自分は、楽しく吟じれましたが、千里の目を高校音が、ちょっと掴み損ねたかなというところと、さらに登る一層のロー、一層のローでですね、ちょっと力強さが少し体力切れ出したかなというところではあるんですけども、やっぱ吟じながらですね、本当に心が整う、こんなに特に暑い日とかですね、もう疲れた、暑い、もうやだ、ビールが飲みたいとか、別にビールは飲みたくはないんですけど、そんな感じで心がすさんでいくんですね、こういう時に本当議員は一本スッとやるとなんか背筋になんか軸がスッと入る感じがですね、やっぱこういうのは詩吟の良さだなと、しみじみ感じるところであります。では今日はこんな感じですかね。明日は、久しぶりになっちゃうんですけど、YouTube の、詩吟教室、つまりメンバーシップ限定の動画になるので、普段聞いている、メンバーシップ以外の方は次は明後日になるのかなと思います。まあ本当詩吟に関してですね、始めたばかりでこういったところ困ってますとか、そういう内容も、あとは議員が始めてもう何年も経っているんですけども、こういう壁が乗り越えられませんとか、そういう相談もですね、僕のお答えできる範囲で、しっかりとお答えしたいと思いますんで、質問ご相談どしどしお待ちしております。では詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、今日は以上となります。ありがとうございました。バイバイ。